はい、プレボールドーマ野球人です。阪神ブライアン・ケラー、安藤ヤクルト・ケラー、両助っ人が一軍登板なく自由契約へ、両球団新助っ人以外に追加補強もということでございまして、はい、今日ですね、阪神のブライアン・ケラー選手とヤクルトの清仁ケラー選手、両助っ人が対談するという報道がありまして、もうね、ヤクルトのケラーの方は自由契約の公示があったというところでございます。まあこの2球団に関しては共に新助っ人を獲得するっていうところもあっての放出かなっていうところではありますが、まあまあただね、しっかりとまた枠を上げてきたというところで、新しく入ってくる助っ人以外にも追加補強がねあるんじゃないかっていうところもね、推測はできますので、まあ最後の方には両球団の試合価格っていうところもある程度チェックしていこうかなっていうふうに思うんですが、まずね、それぞれの記事からチェックしていきましょう。はい、阪神助っ人ブライアン・ケラーが対談へ。阪神がブライアン・ケラー投手との契約を開示する方針を固めたということが12日分かった。近日中にも正式発表される。今季先発候補として新加入した助っ人1だったが、1軍戦での登板は0試合のまま対談することとなった。右肘痛の影響もあって2軍戦登板もわずか3試合にとどまり、4月12日の2軍中日戦を最後に実戦から遠ざかっていた。9月中旬には右肘のドクターチェックを受けるためにアメリカに一時帰国し、同19日には再来日して鳴尾浜でリハビリを行っていた。また6月上旬には自身のインスタグラムで夫人のジェファニー・サンガーダー1子を妊娠したことを明かしていた。チームはブルペン陣を補強すべく、新外国人として全ヤンキースの AAA のコルテンブルワー投手の獲得交渉を進めており、近日中にも大筋で合意する見込み。両助っ人1が入れ替わる形となりそうだということですね。で、ケラーの方も見ていきましょう。はい、ヤクルト助っ人清仁ケラーが対談へ。日本野球機構 NPB は13日、ヤクルトの清仁ケラー投手を自由契約選手として公示した。メジャー通算243登板で23勝13敗28セーブ、59ホールド防御率 3.33 の実績を誇るケラーは守護神候補として今季から加入。オープン戦では8試合に登板し、防御率 4.50。ここまで1軍登板はなし、2軍では15試合に登板し、防御率 7.71。6月17日の西武戦以来登板がなかった。同戦では同点の7回に登板し、3分の2イニングを3失点で負け投手となっていたというところでございます。はい、ということで、まあヤクルトのケラーの方はね、もうね、自由契約選手として公示というところでございました。もうウェーバー経てね、自由契約ということになりましたので、まあどこも獲得する球団はなくということでございました。まあね、こう2人の助っ人が似たようなタイミングでリリースというところではあるんですけど、それぞれの選手どういったね選手だったか、成績かというところをしっかりとチェックしていきましょう。はい、では見ていきましょう。ブライアン・ケラー選手、来日1年目、出身地はアメリカ、1994年6月21日生まれ、29歳、190cm、95キロポジションピッチャーで、右投げ右打ちの選手です。2012年 MLB ドラフト39巡目の選手で、今季年俸は約60万ドルで阪神と契約と、平均がですね約141キロほどということで、ちょっとね球速っていうのが2軍の方では出なかったと。で、球種はスライダー、カット、カーブ、チェンジアップなどになります。 MLB 経験はないものの、ヤンキースとマイナーで先発として実績を積み、2019年にトリプル A 初昇格すると好成績を残し、21年オフにルール5ドラフトでレッドソックスに移籍。そして昨シーズンはスプリングトレーニングにも参加するも40人枠入りとはならず、前年同様トリプル A で主に先発を務め、30試合に登板、100イニング以上投げて防御率3点台とまずまずの成績を残し、ここで阪神と契約締結が発表されていたというところでございます。で、このケラーですね、トリプル A の通算見ていくと、62試合で9勝9敗、3ホールド 195.2 イニング、防御率 3.63、奪三振率 9.94、四球率 4.97 ということで、まあ、トリプル A ではそこそこ実績のある選手ということで、まあ、防御率は悪くないですし、三振が非常に取れる選手ですね。ただやっぱり四球率の高さっていうところが不安視はされておりました。で、昨年のね、トリプル A でも31試合で6勝5敗、防御率 3.27、奪三振率 10.04、四球率 4.22 ということで、まあ、しっかりと成績を残しての来日ということではあったんですが、ただオープン戦では2試合に投げて 4.2 イニング、防御率 7.71、奪三振率 5.79、四球率 5.79 ということで、なかなかね、ちょっとオープン戦ではいいピッチングができず、で、2軍でも3試合で2勝1敗、15.2 イニング、防御率 3.45、奪三振率 8.04、四球率 3.45 ということで、まあ、悪くはないんですけど、3試合にしか投げれていないっていう状況ではあったんですよね。怪我っていうところもありまして、一時帰国して、6月中にまた再来日というところでございました。まあ、帰国してそのまま退団か、みたいなことも言われていたんですが、まあ、1回ね、こっちに戻ってきてリハビリを重ねておりましたが、
まあただね、そこから再び投げることなく、今回一軍登板なく退団という形になっております。まあすでにね、ウェーバー工事請求しているのか、まあこれからなのかっていうのは分かんないんですけど、まあどちらにせよ彼をですね、獲得する球団っていうのは現れないでしょうから、まあ退団して NPB から去るっていうところはほぼほぼ確定なのかなというところでございますが、ではヤクルトのケラの方もチェックしていきましょう。はい、起用にケラ、来日1年目の選手です。出身地はアメリカ、1993年4月16日まで30歳、185センチ、104キロ、ポジションピッチャーで右投げ右打ちの選手です。2012年 MLB ドラフト12巡目指名の選手で、今季年俸は100万ドル、平均球速が約150キロほど出ておりまして、球種はカーブ、チェンジアップ、スプリットなどを投げます。レンジャーズで2015年に MLB デビューすると68試合に登板、いきなり台頭を見せるとその後はパイレーツにトレードなどもありましたが、毎年リリーバーとして活躍。しかし20年は3試合のみにとどまると、オフに FA となり、一昨年はパドレスに移籍、12試合に登板していたものの、5月にトミー・ジョン手術を発表、残りのシーズンは全休となります。そして昨年もリハビリに費やし、トリプル A のみの登板に終わり、12月21日にヤクルトと契約締結が発表されていたということでございます。はい、このケラに関してはね、かなり MLB での実績がある選手ということでございまして、期待はされていたんですよね。まあただトミー・ジョン手術をしてからそこまで経っていないので、まあそのね、回復具合っていうところだけが心配されておりましたが、 MLB の成績見ていくと、243試合で23勝13敗59ホールド28セーブ 227.12 防御率 3.33、 奪三振率 11.05、 予測率 3.40 ということで、やはりね、実績を見たらかなり抜けているのかなっていうふうには思いますし、この実績の選手をね、100万ドルぐらいで引っ張ってこれたっていうところは、やはりね、楽しみではあったのかなっていうふうに思います。まあただ去年のトリプル A では16試合で1勝2敗1ホールド1セーブ 15.22 防御率 5.74、奪三振率 9.19、 予測率 8.62 ということで、まあちょっとトミー・ジョン手術明けで請求っていうところがばらつきがあったシーズンということになっておりました。でヤクルトではオープン戦で8試合投げて 8.0 イニング防御率 4.50 ということで、まあね、そこまでいい投球ではなかったというところで、開幕は2軍スタートで、その2軍でも15試合で0勝2敗、 14.0 イニング防御率 7.71、奪三振率 10.29、 予測率 9.00 ということで、まあ、球速もねそこそこ出ておりまして、三振も取れてはいたんですけど、やっぱ去年と一緒ですね、制球っていうところがねあまり定まっていないっていうところもあって、なかなかこう2軍でもいい成績っていうのを残せず、6月17日以降ね、2軍戦でも登板がない状態ということになっておりました。でそして今回1軍登板なく、退団になったよというところでございます。まあ結構ね、100万ドルっていう高い金額を出して引っ張ってきた選手、こうマクガフの後釜としてめちゃくちゃ計算できる感じだったのかなっていうふうには思うんですけれども、まあただやっぱこうトミー・ジョン明けっていうね、不安が的中してしまって NPB を去ることになってしまったというところでございました。はい、ということで、まあ阪神とヤクルト2人の助っ人がリリースというところではあるんですけど、それぞれのね、試合価格についても確認していきましょう。はい、では現在の試合価格の状況というところを、チェックしていきましょう。まず阪神から見ていくと、ピッチャーは33、キャッチャーが7、内野が16、外野が12で、計68選手というところが今の阪神の試合価格の状況でございます。でここからケラーがね、退団するというところになって、ピッチャーが1人減って32、計67になるんですが、ブルワーがおそらくね、加入してくるというところになっておりますので、ピッチャーをプラス1、試合価格も68人を維持しているというところでございます。まあなんでケラーが抜けてブルワーが入ってくるっていう感じなんで、人数自体は変わらないのかなというふうに思います。あとね、試合価格が2つ空いている状況ということになっておりますので、この辺に関してはね、まあどういうふうに動いてくるかっていうところが注目されているところかなっていうふうに思います。まあ去年もね、チェーンをリリースしたっていうところはあったんですけど、まあ今シーズンはどうなるかと。でそしてヤクルトの方もですね、試合から見ていくと、ピッチャーが36、キャッチャー5、内野が18、外野が8で、計67ということになっておりまして、まあ阪神よりね、1人少ない状況と。でそこでケラが退団したことにより、ピッチャーが35、計試合から66になったんですけど、まあ、ロドリゲスが新しく入ってくるということでございまして、プラス1されて、試合価格は67人を維持しているということになっております。まあここも阪神とね、
一緒の状況ですね。入ってくる選手がいるから、まあ1人出そうということになっております。まあただ試合下の状況は阪神より少ないっていうところになっておりますので、ある程度こう動きやすいんじゃないかなっていうふうには感じますよね。まあその辺も含めてですね、7月31日の補強期限に向けてそれぞれどう動いてくるかというところ要注目かな。特に阪神なんかはね、こう優勝争いっていうところ、今こう首位をね走っている段階ということでございます。そこに向けて間違いなくね、1人でも戦力っていうのは多い方がいいですし、まだまだ動いてくる可能性はあります。ヤクルトはね、なかなかこう首位争いっていうところも厳しくなってきたんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、まあロドリゲス補強して、まああとは誰で埋めてくるかっていうところ、まあ何かしらの、ね、動きっていうのは間違いなくあるんじゃないかなっていうふうには感じますので、補強期限ですね、まああともう3週間もないということになっておりますが、引き続きね、注目かなというところでございますが、はい、というわけで今日は以上です。最後ネットで何の見ておりましょう。はい、ではネットでの反応を見ていきましょう。ブライアン・ケラーの対談が確定した今、ブルワーだけやったら足りんぞ、それこそキロメとかはどうなったんやということで、はい、阪神に関してはですね、あと2枠ということになっております。まあどう使うかっていうところではありますよね。その中で助っ人の話が出ていたのが独立リーグの選手、まあキロメとサントスですね、調査しているという報道がありました。まあブライアン・ケラーがね対談するということで、ブルワー入れても試合が助っ人は5人、まあ安い保険っていうところを考えれば独立から引っ張ってくるのもやっぱ悪くないかなっていうふうには思いますし、まあ個人的にはありじゃないかなっていうふうには思っております。まああとはね、枠の使い方としては育成選手から上げてくるっていうところではあるんですけど、まあ正直ね、こう目星い選手っていうのは今現在阪神にはそこまでいないというか、そもそも育成選手が少ないっていうこともあるので、ってなればやっぱまあそこはとりあえず置いといて、それ以外の補強にはなってくるのかな。まあさらにね、筒香選手とか今自由契約になってかなりね落とさない状態になっておりますので気になるところですし、まあ藤浪選手がね非常に今状態いいっていうところもあるので、まあ多分ね今シーズンは帰ってくることはないんでしょうけど、まあ一応1枠開けておこうみたいなねところかもしれませんので、まあいろんな可能性があるかなっていうふうには思うんですけれども、手早く補強するとなればやはりこう独立っていう選択肢もねあるのかなっていうふうには感じますが、でこちら見ていきましょう。ケラアウトでロドリゲスインか、育成から何人か上げてくる感じかなということで、で一方ヤクルトに関してはですね、まあこれ以上ね助っ人獲得っていうところは、まあ、あんまね可能性は高くはないのかなというか、ここに関してはしっかりと助っ人っていうところが働いてくれておりますし、ロドリゲス来て、まあ、あとはエスピナルもね、まあ、控えてるっちゃ控えておりますので、まあ、助っ人こっから取ってくるっていうのはなかなか難しいのかな。そうであればやはり現実的なところで言うと育成から上げてくるっていうのはねかなりの確率であるのかなっていうふうに思います。しっかりと2軍で結果出してる選手っていうのも何人もいますし、ヤクルト支配下のキャッチャーが少ないっていうところがやはりありますので、まあ、松井橋本あたりっていうところを上げてくるのはまあまあ濃厚なんじゃないかなっていうふうには思いますので、まあ外部から獲得するっていうよりは、まあ育成から上げてくるっていうのが中心にはなってくるんじゃないかなっていうふうに思います。またトレードっていうところですよね。去年まあ補強期限ギリギリでトレードもありましたので、まあその辺考えればまだ動きっていうのはある可能性もございますので、こう少しでもねAクラスに近づくような動きっていうところを積極的にこの球団もね見せていってほしいなっていうところでございますが、では今日は以上です。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーのゲームセット、ありがとうございました。